にあってんですよ。その時に、やはりその誓約書を書かされてですね、で特別詐欺というかということを言われてるんですよ。また先生は書かされたんですか？ちょっと感じですね。あ、そうですか。じゃあ余計なことは言えないっていう状況ですね。そうですね。そうですね。はい。余計なことを言えない、先生にちょっと質問があります。どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞ。
まあ、医生一の死体があって、実は番号まで教えてくれてね、だから本当に大丈夫かなって、今生きてるのかなと思います。では、今日言おうと思ったんですけどね、どんな話で。ということで、あと、まあ、やめた理由ね、やめた理由。でもね、結構ネガティブ言ってたんですよ、彼は。エリア51から、今、仕事は切れてるんですか。もう切れてますね。あ、切れてますか。そうですね。契約期間が終わったから契約期間が終わったからですか。そういう理解で、まあそういう感じで、自分のと、まあ自分はもうちょっとね、まあ無理だっていう、自分の意思だったら強いですな、っていうことですけど、よろしいでしょうか。時間がですね、そろそろあれなんで、じゃあちょっと締めてください。不走者の人間じゃなくてスパの記者をやっている馬場雅美と申します。私は結構いろいろな体験をしているんですけれど、まず一番最初はですね、ある出版社で朝まで徹夜で入稿作業をしまして、朝5時ぐらいに田端の馬場でですね、もう始発走ってるねって言って、女のライターの友達と2人で、外に出て駅まで 歩いて行こうと思ったら、何かがゴミ箱を漁ってるんですね。飲食店が出した大きい水色のゴミ箱で、何だろうと思って見たら、そうですね、身長70センチぐらいの、全身緑色の、目がこんな大きい、まあ、いわゆるグレータイプの、全身がヌメヌメした、宇宙人がゴミ箱を漁ってたんですよね。で、私思ったら、そのもう一人の子が、はぁってすごい大きい声出しちゃったんですよね。そしたら、その一生懸命漁ってたゴミ箱が、パッて顔上げて、一瞬こっちと目が合って、で、はぁって思ったら、バーンって逃げ出しちゃったんで、私はもうその頃からすごいそういうことに興味があったので、こう必死で追いかけました。そしたら途中でパッと左の路地に入って、あそこ袋小路だから絶対追い詰められると思って曲がった、私も曲がったんですけど、もう忽然と姿を消していなかったっていうのが初め その出会いですね。宇宙人というか異星人というかとの出会いでした。はい、2回目は、はい、2回目はですね、はい、それからしばらくして恵比寿にライター仲間と部屋を借りておりまして、泊まれるようになってたんで、その晩は私は一人で、確かにベッドに入って寝たんですよね。で、寝たんですけど、気がついたら恵比寿ガーデンプレイスが建つ前に整地されてる空き地があったんですけど、そこにこう建てたんですよね。あれどうしたんだろうなと思ったら、ちょっとこう少し残ってる雑木林の角に、なんか卵型の光る物体がこうあるので、もしかしてと思ってこう歩いて行こうと思ったら、ちょうどそこを通りかかったスタイリストのお友達が、ちょっと何やってんのこの夜中にそんなところでって言われて、いや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 、あっちになんか UFO みたいのがいるからちょっと一緒に行こうよって言ったら、やだ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 、気持ち悪い、やだやだやだって言って、彼女は走って帰って、でも、まあ、肩だと思いながら私は急いでこうそこまで行ったら、本当に小さな小さな卵型の銀色の UFO がもう着陸してまして、そこの向かって右側に2人全く同じ顔した人間みたいな、そうですね、黒髪、長い黒髪、艶のない長い黒髪で、顔はネイティブインディアンみたいな浅黒い肌の2人がこう立ってまして、洋服は全身銀ですね。あとなんか鼻の特徴があったでしょ。鼻は全然、首がないんですよ。首がない。だから顔の下がすぐ肩なんですよね。で、それでそれこういう感じで2人立ってて、じーっと全く無表情でこっちを見てるんですけど、あ、絶対宇宙人だと思って、あーとかって言って、私はもうこの日をすごく待っていて、本当に会いたかったし、本当に乗りたかったし、
私たちもすごい興奮してその人たちに話してるんですけど、その人たちはもう表情でこうやって私を見た後に二人で顔を見合わせて何かを喋り出したんですけど、それが、その当時私は全然知らなかった。何年かして、ホーミーね、モンゴルの、二重の言葉みたいな、そうです、こう母音でですね、これに乗ってみたいですかってこう棒読みみたいな感じで響いてきたんで、もうはい、もうすごい乗りたくて、ものいいんですか乗って、とかすごい一人で興奮してるんですけど、そしたら宇宙船のここにこう、なんかランボルギーニとかのスーパーカーみたいな、こう開きますよね、そういう感じでこう入り口が長方形にパーって開いたんで、その人たちよりも先に中に入っちゃったので、それで後からその人たちが入ってきたんですけど、本当にちっちゃくって3人乗るともう室内がパンパンっていう感じなんですよね。でそれでその室内の真ん中に遊園地にあるコーヒーカップ分かりますか、うん、コーヒーカップには、ね、ああいうのが一つポンってその真ん中にあるんですよ、うん、でだからこれに捕まれっていうことなのかなと思って、一応こう準備で私捕まったんですよね。そしたらもう閉まった、扉が閉まったのも分かんないし、まあ、2人がその後乗ってきた、でもう瞬時にもう浮いてるっていう感じで、で窓がこうあるんですけど、こういう細長い窓で、そこから見ると外真っ暗で、なんかこういうちっちゃい惑星みたいなのがフワン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 と浮いてるような感じが見えるんですよね。それであ、もうこれ宇宙なんだなと思って、も私もべったりも窓に顔をつけてわーとかって言ってたら、その後ろからまた頭の中に、私たちは M なんとかの星のものですって言ったんですけど、なんとかが2桁の数字なんですけど、それをどうしても思い出せない、どうなんですかって言って、私も今考えれば失礼なんですけど、窓の外見ながらへーとかって言っていて、でそしたらその私たちの星には性別がありませんって、で私たちで、あそうなんですねって言って、頭の中でじゃあ子孫とかどうやって増やすんだろうって私が頭の中で考えたら、まあ、それをなんかスキャニングしたみたいに、私たちの子孫繁栄の方法はエネルギー交換ですって言ったんですよ。なんかじゃあきっとあの映画のコクンみたいな感じなのかなとか私が頭の中で思ってたんですね。そしたら私たちの星には通貨はありませんって今度また言ったので、通貨がなかったらみんな何やって暮らしてるんだろうなってまた思ったら、またスキャニングしたみたいに、私たちはみんな芸術に携わっています、アーティスト、そう、みんなそのだからその星全体の人たちが芸術をやっているっていうんです、わあ素敵な星だなって思ってたんですね。そしたらそうこうしてるうちにパッてその宇宙船が飛んでるような感じが止まったんですよ。それで景色が変わって、その窓の外に山が見えたんですけど、でだから多分その彼らの星に着いたんですね。でその浮かんでるんです、でもまだこう着陸してなくて、そしたらその私が見てる窓の目の前に山があるんですけど、山脈なんですけど、グリーンではなくて宝石のオパールが分かりますか、乳白色で、乳白色なんだけど角度によって七色に光る、あれ岩肌が全部その色なんです。でそれがずっと連なってて本当に綺麗で、本当に綺麗なところだなと思ってこうやって見てたら、この左の方からですね、この全く厚みのない真っ白いお皿の、真っ白いお皿の真ん中が真っ黒に塗られた、だからタオみたいな、陰陽みたいな、白で真ん中が黒みたいなものが何十機もこう左から右に飛んできて、ようこそ私たちの星へっていうのがなんとなく聞こえてきたんで、あ
作るの。すごい歓迎されてるんだと思って、うわ嬉しいって、それも綺麗だし、その岩肌も綺麗だし、わすごい綺麗な星でよかったと思って、さあじゃあいよいよこれから上陸だなと思ってワクワクしてたら、はい今日はここまで。ここまで。そうなんですよ。それはよ。もうすっごい嬉しい。って言ったら、ね、続きはまた次回って言われた。ああ、それは何年前の話ですか。もう10ガーデンプレイスが経つ直前だから17、8年ぐらい前で経ちますよね。うん、でそれで、パッって目が覚めたら、ベッドに寝てたんですよ。で、ベッドに寝てるんですけど、こうやって仰向けにパッて寝てるんですけど、天井がもうぐるぐる回ってて、なんかまるでその幽体離脱をして、幽体がポンって肉体に戻ってきたみたいな感じでぐるぐるなんですよ。もう、でもう目が回っちゃって、立てないし、でやっと落ち着いてパッて足見たら、土がいっぱいついて汚れてるんですよね。だから私やっぱり行ったんだって。でも今こんなに時間が経ってもこんなにリアルに話せてるし、覚えてるってことは、私はもう人が何と言おうとも、何と言おうと私は行ったんだなと思ってるんですね。ですね、うん、でそれでパッて目が覚めて、ベッドに入ったのはちょっと夜中の12時前だったんですが、目が覚めたら4時ぐらいだったんです朝の。それでハッと思って、でもなんとか自分の体験を証明したいと思って、あそういえば友達に会った、4時はと思って少し我慢したから、彼女に電話したんですね。でそして、ねえねえ昨日さ恵比寿で会ったよねって言ったら、会ったけどなんか一人で雑木林の方に歩いてってすごい気持ち悪かったんだけどって言うから、だけど雑木林のところに UFO が止まってたでしょって言ったら、何のこと？と彼女は言ったんですよね。だから彼女には見えてなかったのか、見えてたとしても消されてるか、情報がね。そうですね。で私はもう決しても有病じゃないんで、ね、後にも先にもそんな体験は本当にそれきりなので、でもトゥービーコンティニューと言われた割には長いですよね。